カメラサービス。初心者向けのフィルムカメラの使い方シリーズ。今回はキャノン FTB です。キャノン FTB はシンプルな布幕シャッターの機械式のマニュアルカメラです。初心者向けにフィルムの入れ方や露出系の見方、前面のレバー周りの説明をいたします。それではフィルムを入れます。FTB は独特なクイックローディング方式です。クランクを引き上げ、フィルムパトローネをセットします。クランクを戻します。ここまでフィルムを伸ばします。蓋を閉めて、カウンターのゼロまで巻き上げます。ゼロになりました。簡単ですね。ISO感度をセットします。シャッターダイヤルを上に、今に上げながら回して、フィルムに書いてある感度をセットします。ファインダーを覗いてみます。ピントを合わせます。ピントリングです。はい、合いました。右に見える針が露出系です。電源のスイッチです。オンとオフと電池のチェックです。針が上に触れれば OK です。シャッターのロックレバーです。撮影時はここに。巻き上げレバーです。絞りリングです。露出系を見ながら、シャッターと絞りの値を決めます。丸の中に針が収まれば OK です。大体で大丈夫。絞りリングで丸い方が動きます。シャッターダイヤルで針が動きます。重ねます。シャッターを切ります。前面のレバーです。このレバーを外側に回すとセルフタイマーになります。通常この位置で使います。開放速攻に対応した FD レンズで使います。ミラーアップは上レバーをレンズ側に押し込み、下レバーを M マークに回します。解除します。次は絞り込み速攻のやり方です。開放速攻に対応していない古い FL レンズで使用します。下レバーをL マークに合わせます。上レバーをレンズ側に押し込みます。これでレンズは絞った状態になります。丸い指標は無効になります。この位置で適正露出になります。古いカメラですので内蔵露出系が壊れてたり電池がなくても撮影はできます。iPhone などの露出系アプリを使うのも良いですね。巻き上げが固くなったら、フィルムは終わりです。フィルムを取り出します。いきなり蓋を開けてはダメです。底面のボタンを押してください。クランクを起こし、巻き戻します。感触が軽くなったら、クランクを引っ張り上げて、蓋を開けます。フィルムを現像に出しましょう。フィルムの購入や現像はネットでカワウソ商店さんをググってください。クラシックカメラやレンズの購入は新宿のカメラボックスさんがおすすめです。デジタルカメラではジャンプカメラさんにいつもお世話になってます。実はこの動画もキャノン FD レンズで撮影しています。
チャンネル登録をお願いします。